ハルシド。上がらせてもらってますよ。いささか急を要する状況ってことで。なんで俺たちの居場所は？うちの情報部は極めて優秀でして、姫、戦争が始まります。ロザリア軍を止められなかったのですか？少々汚い手を使って強硬派の将軍連中にご引退願うまではうまくいったんですよね。大本営の参謀どもを裏から手を回していたんですよ。オンドール公爵の解放軍です。解放軍が？解放艦隊の一部が訓練中に命令を無視して離脱、旧ナブラディア空域で帝国軍と交戦状態に入りました。なぜわざわざ見つかるような真似を？そいつらロザリアからの部隊だったんですよ。義勇部隊だか傭兵って建前で解放軍に加わってたが、正体は大本営直属のロザリア正規軍と来た。そのロザリア組が独断で帝国領に侵入し、戦闘を誘発、見捨てるわけにもいかず公爵閣下、やむなく主力艦隊に出撃を命じました。戦場はダルマスカです。解放軍と帝国軍の戦いが泥沼化したら、ダルマスカ保護を口実にロザリアも参戦だな。そう、おいしいところをかすめ取るつもりでのこのこ出てったロザリア軍は、解放軍ともどもベインに叩き潰されますな。ベインは黄昏の破片を失った。切り札はないはずだ。別の切り札があったんですよ。うちの情報部が大物の稼働を確認しましてね。空中要塞バハムト、リドル穴の方向で異常なミストの反応があった直後のお目覚めってわけで。天陽の眉の暴走で溢れたミストがバハムートの動力になったのは、レダスが眉を止めていなければ数千倍のミストを吸収していたはず。それがドクターシドの計画だったのね。あいつの最後の仕事ってこと。俺の仕事はその後始末だな。ベイン自らバハムートで来ますよ。ラバナスタへ。バハムートを止めてダルマスカを守る、それが私の俺たちの仕事だ。私たちの町を守りましょう。だったらできるだけロザリア軍の侵攻を遅らせるのが私の仕事ですかね。まあやってみましょう。ああ、面倒が片付いたら一度ロザリアへおいでください。我がマルガラス家発祥の地、夕日にきらめく琥珀の谷をご案内しましょう。